本日は桜で燃費が最低な条件で何キロ走るか検証します。以下の条件で走ります。なるべく120キロで走り続けます。ヒーターはオンにして温度は快適な22度前後に設定します。シートヒーターはオンです。ステアリングヒーターもオンです。30分で切れるので切れたら付け直します。またこの日3月なのに外気温8度と寒く、最低燃費の検証には最高の1日でした。ではスタートします。新東名の新富士インターにやってきました。この時点で 7.8 キロ走行しています。最初は156キロ走れる表示でしたが、ヒーターつけてここまで来たら残り129キロといきなりガツンと減っています。ちなみにさくらのバッテリー容量は 20kW です。カタログ走行距離は 180km となっています。ベタ踏みして 120km 出します。モーターフル稼働で64馬力マックス出ていますね。この加速感は爽快です。プロパイロットで 120km 自動巡航しようとしましたが、 115km までの設定でした。T33 エクストレイルでは 135km まで設定できましたが、サクラは C27 セレナなどと同様の古いタイプでした。巡航は楽なのですが、航続可能距離がぐんぐん減っていきます。だいたい 600m 走って1キロ減ります。 EV も高速道路を燃費よく走るために変速機が必要だと思います。上り坂エリアです。速度維持はしやすいですが、モーターが8割くらい回っています。航続可能距離は先ほどよりさらに速いペースで減っていき、400m くらいで1キロ減ります。減るスピードが激しすぎて笑えてきます。サクラのヒーター消費電力ですが、温まるまで 3kW 時から 4kW 時ほど消費します。クーラーは 1.5kW 時ほどなので、ヒーターの方が冬の温度差のためか電気を使います。しかし一度室内が温まると断続的な稼働になる省電力設計です。このヒーター22度設定でも十分室内は温まります。ガソリン車だと26度設定に相当するくらいの温まり方をして、ちょっと暑いくらいです。雨が降ってきました。ワイパーをつけます。ますます条件が悪くなり良い感じです。ワイパーをつけると電装品メーターの値がワイパーの動作に合わせて上下します。だいたい1回の動作で 0.3 キロワット時ほど消費しています。食器乾燥機と同じ消費量です。2秒に1回動作するとして1時間で 0.15 キロワット時の消費となり、だいたい1キロ走るくらいの電気を消費することになります。スタート地点の新富士インターから約43キロ走って残り65キロとなりました。24分ほど走行して当初の航続可能距離129キロからほぼ半分になっています。で、話すこともそろそろなくなってきたので、ダイジェスト的に残りの航続可能距離を表示させていただきます。航続可能距離21キロ、電池残量 16% になり、次のインターまで行けそうにないのでここで降りることにしました。今回新東名を新富士インターから島田金谷インターまで 67.6 キロ走行できました。降りた後の充電スポット探しと精神的な余裕距離を考えると、安心して走れるのはこのくらいですね。ということで結論として、さくらは悪条件でも約70キロは走ります。電費としては1キロあたり約 3.8 キロワットくらいです。フル充電していれば片道35キロの道は行って帰ってこられます。普通の条件で走る分にはもっと燃費が良くなるので、片道35キロでルートを設定すると余裕を持って行き帰りすることができると言えます。隣の市区町村に行ってブラブラするくらいの距離でしょうか。となるとやっぱりサクラは遠出をしない用途のセカンドカーとして使わざるを得ないですね。 EV はもっと安くて走れるようにならないと普及は難しそうです。というわけで今回はサクラで最低条件で何キロ走るか検証しました。電池容量 20kW だとなかなか厳しい結果でした。軽サイズでも 40kW は欲しいところですね。また走行性能は究極で最高のビークルなのですが、
面白さといった面ではガソリンエンジン車に軍配が上がります。なので新たに買ってしまったガソリン車のフィアット500の動画もよろしくお願いします。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。面白かったら高評価、チャンネル登録お願いします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。